ロックフォード・ホズゲートはアメリカ合衆国アリゾナ州天日に本拠地を置く音響機器メーカーである。創業は1973年でジム・ホズゲートによって行われた。アメリカのアリゾナ州の自分の家のガレージで働いていた創立者ジム・ホズゲートは一つの不満があった。カーオーディオシステムは家の中のリスニングルームと全く違った環境のため、 迫力のあるサウンドを再現することが非常に難しく、つまらないものだった。そのためカーオーディオの開発を始める。カーオーディオの製造会社としては老舗である。同社の主力製品は、パワーアンプ、サブウーファー、スピーカーで、他にもイコライザー、DSP を提供している。アクセサリーで、電源ケーブル、ブロックヒューズ、RCA ケーブル、キャバシターなども扱っている。 過去には車載用 CD プレイヤー、車載用 DVD プレイヤーなど販売していた。多くの製品に共通している特徴は非常にパンチの効いたメリハリの強い音作りである。そのため同社の製品は特に音圧系カスタムカーやショーカーなどに用いられる傾向がある。同社製品は日本においてはイースコーポレーションによって取り扱われている。なお、姉妹ブランドに 同社製品の廉価版としての位置づけである、ライトニングオーディオが存在していたが、平成28年12月、ライトニングオーディオブランドの収束を表明。令和元年6月9日東京のお台場にて、初のファンイベント、ロックフォードフェスティバルが開催される近年では、ロックフォード製。 カーオーディオが純正採用される例が増えてきている。海外では、サリーニア日産、セントラ、日産、フロンティア、鈴木キ,キザシ等のほか、日本では、三菱アウトランダー、パジェロ、デリカ D、5、RVR、アウトランダー、ギャランフォルティス、ランサーエボリューション、エクリプスではオプションにおいて採用されるなどしている。日本のロックファードホスゲート、 イメージガールとして2001年に発足。歴代のロックファード、イメージガールは次の通り、ありがとうございます。